しかもその謝らなあかんのは、結局ね、その、当時、うちが、その、東京生まれで、ね、坂本くんは、まあ、今回もそうやろうけど、大阪生まれ。で、東京で出会った時にうちが売っちゃったよ。まあ、高校時代に。あ、まだ中3やったかな、違う。あれ？ちょっと待って。まあいいや。で、その、巨人軍の4番を打ったら結婚したけど、かみしゃれちゃって。ごめんなさい。で、坂本くん阪神ファンでして、かわいそうなことをした。今はそうでしょ？なんか巨人の中心選手入りながら、なんかちょっと面白なさそうでしょ？あかんよね、こんな約束。字がね、アイデンティティ壊しちゃうよね。俺、阪神ファンなんだけどって言ってたけど、あ、じゃあ無理ねって。巨人じゃなきゃダメって。しかも、阪神ファンじゃ、あれみたいにって、あれみたいにって。影のあるって。ああ、あれかって。何やそれですよ。阪神のあれみたいに影のある。巨人の4番またあれって何やねんって。あれ、あれやんか、あれやって。あれやろ、あれでしょって。あれ、あれね、あれって。なんだ、花から3つ。名前出てけへんかって、当時の。あ、名前出てきた事件もあるで。阪神ファンだったら、そうね、関西出身だもんね。なんかうち、なんか東京弁、匠やろ。匠どうする？それ半分な、しばらく長いこと取り消さなきゃいけない。半分長いこと、アスカの体におったから。でもアスカ、そこにいいんじゃないからね。あんな状態放置したら、アスカの人生なくなってまうやんか。しかも、それをいいことみんなアスカにね、なんか集まって、なんか、アスカを利用したり、まあ、いろいろ調べてたんでしょうけど。まあ。だけど、なんでうちに対抗させなあかんの？うちのハーモンって、うち自身なんか、うちが、うちであるがゆえに、うちと戦わなあかんのか。そう、うちそのものやねんからな。それは、それがいなくなったアスカと戦うんやけど、まあ、おつじかな？おつじさんやかんか、身元やんか。な？それなかったの？忘れんです、相当いろんなこと、彼女は。で、うちが覚えてんねん。じゃあ、もう、もはやもう、おつじさんやか覚えてんかも。自分がどんな目にあったか。そんなもんやねん。悪かったね、ほんとに。まあ、うちが立てた作戦でもないけど、もうやめてて、なんか見に行ったやろ。まだうちの、あの、おつじとおる、うちや、あすか、うちや、さやかのお父さんが決めた作戦やね。加藤のお父さんとの国で決めた作戦やね。やれやれ、そんな他人様がな、とやかくつべやくも言う問題でもないし、ましてや、自分なんかしたらあかん問題やのにな。隠れててんから、半分。誰かの体で隠れてた見つかって、うちよりひどいものになって、しかも姉に仕返しする。ちょっと頭おかしいんちゃう、みんな。みんな自分の頭おかしさ気づかなかんね。健常者であろうが何であろうが。